皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV、トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、黒海に嫌い撒いたのロシア、では参ります。黒海に嫌いがあることで、食糧危機が起こると言われてますね。ウクライナにある穀物が輸出できないということです。本日、この嫌いを撒いたのはロシア説というのを解説していきたいと思うんですけれども、主に参考にさせていただいた記事はこちら、JB プレスでございます。黒海の危険な浮遊嫌いがロシアの仕業と考えられるこれだけの理由ということで、あまたクオンさんという方、元自衛官の方ですね。自衛隊の方で、今軍事評論家をされている方でございます。この方が4月の2日に JB プレスに寄稿した記事、これを主に参考にさせていただきます。記事が長いので、あとは口頭で進めさせていただきます。浜田さんよろしくお願いいたします。はい、ということなんですけども、食糧危機の問題が叫ばれております。本丸はですね、今年の秋以降、作付けができていませんので、秋以降が本丸なんですが、これを緩和するためにも、今、ウクライナの国内にある穀物というのを輸出しなければいけない。しかし、黒海が通れないので、輸出が困難になっていて、この食糧危機がさらに大きくなるんじゃないか。直撃するのは中東とアフリカというふうに言われております。でですね、ここで今、ロシアがまた、全部ウクライナのせいだっていう話にしているわけですよ。で、これはですね、ちょっとメディアにも責任がありまして、この穀物の輸出というのが、オデッサの港から輸出されるんですけれども、ロシアがですね、海上封鎖しているから輸出ができないっていう記事の書き方をしてるんです。で、それに対して、ロシアとか、あとロシアを支援する、味方してるような人たちが何人言ってるかっていうと、ウクライナが嫌いを撒いたから通れないんでしょと。ロシアは別に、その、輸出するための、穀物の商船を邪魔する気はないと。嫌いがあるから通れないでしょ？ウクライナが悪いんでしょ？っていう、そういう理屈になっているわけですね。もちろん、ウクライナは自分たちで嫌いは撒いてないという表明はしております。ロシアが撒いたって言ってるんですよ。で、一応念のために言っておきますと、確たる証拠は両国にはありません。ロシアが撒いたという確たる証拠もないし、ウクライナが撒いたという確たる証拠もない。戦地なので、具体的なものがないですね。なので、状況証拠を見ていきたいと思うんですけれども、私はロシアが撒いたというふうに思っております。まず大前提として、ウクライナ側に嫌いを撒くだけの、まあその装備といいますか、船がないんですよ。だいぶ前、開戦当初ですけれども、2月の27日に、ウクライナが自分たちが持っているフリゲート艦を自沈させました。これはロシアに露獲されてしまって使われたら困るということで、自分たちで船を沈めたんですね。これをもって、ウクライナの、艦艇というのは一つもなくなりましたね。ウクライナ海軍が事実上なくなったということです。なので、小型船しかありません。で、小型船で嫌い撒きに行ったんじゃないかっていうことも考えられますけれども、この戦争が始まる2月24日の前から、軍事演習と称して、この黒海をロシアが制圧してます。20艘から30艘の艦艇を出して、もう制圧してるんですね。で、レーダーもバリバリ効いている中、ウクライナが丸腰で小型船で400個以上の機雷を撒くっていうのは非現実的だという大前提があります。この大前提があるので、ちょっとこれ、ロシアの言い分おかしいんじゃないのっていうフラグが立ってくるということになりますね。ではまずウクライナ側から見ていきたいと思いますが、オデッサから輸出をする、そのオデッサの町はロシアに攻められてはいかんということで、上陸を防ぐために自分たちで自己防衛をします。写真はこちらでございますけれども、これですね、防衛陣地を自分たちで市民も含めてですね、自分たちの手で作っている映像になりますけれども、これどこに作ってるかって一目瞭然で、ビーチですね、砂浜に作ってるんですよ。なんで砂浜に作ってるかっていうと、ロシアはですね、アメリカのような水陸両用車というのもあまり持っていないので、オデッサに乗り込むときにどういう乗り込み方するかというと、ですね、上陸艦みたいなものを港につけて、そっから上陸させるか、それか砂浜に艦艇を乗り上げさせて、そっから戦車とかも含めてバーって攻め込んでいくのどっちかしかないんですね。で、港から行こうとするとバン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 砲撃食らうので、事実上港から、上陸ってなかなか難しい。なので、ビーチから来るだろうということで、そもそもビーチに防衛陣地を作ってるんです。ということになります。この上で、ウクライナがこのビーチを守るために、嫌いを撒く可能性というのがあるし、多分撒いてると思います。なので、今回ウクライナは、ロシアがですね、嫌いを自分たちで片付けろって言ってきたんですけれども、それに対して、嫌いを撤去しないって言いました。除去しませんっていうことを発表してます。で、その嫌いが指すのは、今回、穀物の輸出を邪魔している海にぷかぷか浮いている嫌いではありません。
嫌いって 大きく分けると2つあって、海に浮かぶものと海に沈むものがあるんですね。で、ウクライナがあのビーチのそばで巻いているだろう嫌いというのは海に沈むものです。浅瀬。浅瀬で浮いていたら見つかってしまうじゃないですか。なので浅瀬で沈めていて、そこに艦艇とか戦車とか人がバーって来た時にドカーンってなるようなものを、おそらくビーチからちょっと行ったこの浅瀬にブワーって撒いてると思います。ロシアが今回、侵略したいから片付けろって言っている嫌いはおそらくこのことじゃないかなというふうに思いますね。ということで、ウクライナが撒いてるとしたら、海に沈むもの、を撒いている可能性が十分にある。しかし海に浮くものであるとどん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 オデッサから離れていってしまう。離れていったら当たる確率も少なくなってしまうので撒く意味がそもそもないということです。で、ロシアの方を見ていきたいと思うんですけれども、ロシアの方を見るときにちょっと時間軸が変わります。3月の19日以前と19日以降で違う嫌いを撒いていると思います。3月の19日以前、戦争が始まってから3月の頭ぐらいまでは本当に爆発する嫌いを撒いていたと思われます。実際にエストニアかなんかの貨物船が嫌いに接触して爆発するってことが起こってます。それ以外にも日本の企業の船かな、パナマ船籍かなんかの日本の企業の船もロシアから攻撃を受けてますよね。で、いくつもの貨物船が攻撃を受けました。そして嫌いに触れて爆発したものがある。これは何かというと、ウクライナとの貿易を止めたかったんですね。ウクライナと貿易するために行く船を止めたかった。ウクライナの経済を邪魔するために最初爆発する嫌いを撒いてましたってことなんです。ところが潮目が変わるのが3月の19日ということになるんですが、3月の19日、ロシアの国防部ではなくて、なんと情報機関である FSB の方が、ウクライナが420個の嫌いを国会にばらまいたって発表したわけですよ。420個の嫌いをばらまいた。3月19日。で、その撒いた嫌いがこちらなんですけれども、この嫌いですね。この嫌いですね、複数の軍事に詳しい方の情報によりますと、ウクライナのもので間違いないそうですね。ウクライナの会社が整備している会社があるんですけども、そのロゴが入っているということが言われています。ところが、この嫌いをよく見るとちょっとおかしいんですよ。どういうことかというと、安全装置がこんな感じで、安全装置が取り付けられたままなんです。意味ないですよね、これ安全装置ついたまま。ここから推測できるのはどういうことかというと、ウクライナが嫌いを撒いたって偽旗情報を流すためにロシアが安全装置をつけたままでこの嫌いを撒いたんじゃないかっていう疑いが出てくるということでございます。3月19日、国防省ではなくて FSB が発表して400個以上の嫌いがばらまかれて、その嫌いには安全装置がついている。しかしながら、この嫌いというのはウクライナが元々の所有者です。例えばマリウポリで敵が来ないようにバリケードで、やはり武器弾薬がないのでこの嫌いが使われてます。こんな感じで使われてる。実際にこれバリケード代わりに使ってるんですよ。同じものが使われてる。で、これをもってやっぱりウクライナが撒いたんじゃないかっていう話になりそうなんですけども、それはそうでもなくて、今から8年前、2014年のユーロマイダンの時にロシアはクリミア半島を制圧してますね。その時にクリミア半島にはウクライナ海軍本部があったんですよ。そこにある武器弾薬装備というのをロシア軍が接収してます。その中に嫌いがあります。ということで、ロシアは 100% 間違いなくウクライナの嫌いを持っているんです。この8年間持ち続けていた。だからウクライナが元々所有した嫌いが見つかったからといって、ウクライナが撒いたっていう断定、つまり証拠にはならないということなんですね。これは完全に無効になる。どっちが撒いたかわからない状態になってしまうということでございます。その上でなんですよ、3月の19日、FSB が、ウクライナが嫌いを撒いたというのが発表されてから、軍事に詳しいミリオタと呼ばれるような人たちが、ちょっと複雑なんですけども、こんな、図を出して、これどう見たらいいかわかんないですけど、とにかく嫌いがいきなり増えたってことを言ってるわけですね。嫌いがいきなり増えましたってことを言っている。明らかに、ここを起点にして嫌いがバーって巻かれているんだけれども、オデッサの近海から、この19日から1週間後の3月の26日、ボルポタス海峡というところ、トルコのところですね。トルコとルーマニアの間ぐらいのところの海峡。ここで、この嫌いが見つかってるんですよ。漂着してきてるんですね。一週間ぐらいで。これで直線距離で、なんと450キロあります。ウクライナが、もし、ウクライナのオデッサの近海で、この嫌いを撒いた、この450キロを行くためには相当な流れがいるんですけれども、オデッサ近海の周りっていうのは、なぎなんですよ。
ほとんど流れがないんですね。で、流れが強いのはどうかというと、クリミアの南が反時計回りで大きな流れがある。その流れに乗ってしまうと、ボルポタス海峡まで十分到着できる。とてもじゃないけど、ウクライナが小型船で、クリミア半島の南まで行って嫌い巻くなんてことはとてもじゃないけどできませんので、じゃあ誰が巻いたんだって言ったらもう一つしか答えはないということになるということでございます。でですね、この状況の中でロシアはウクライナに自分たちで嫌いの除去をしろと言っています。もしロシア軍がやるんであれば、経済制裁を解除しろって言ってますね。これほど経済制裁効いてない効いてないってずっと言い張ってるのに、経済制裁解除してほしいみたいですけれども、そうでなければウクライナが除去しろと言ってるんで、ウクライナは除去しませんということを言った。で、ウクライナが除去しないのは、おそらくオデッサ周辺の機雷、沈む機雷ですね。で、もしかしたら今はウクライナがこの浮かぶ方の機雷も巻いてるかもしれません。それはなぜかというと、そもそもウクライナがなぜ巻かなかったといえば、交易が止まってしまう、貿易が止まってしまうからなんですね。経済的損失が大きい、そして穀物当然輸出できなくなるというのもあります。なので巻いていなかったけど、ロシアが偽旗でバンバン巻いてしまったがために、もう船が止まってるんですよ。オデッサの港に、行くような、まあ、商船って一つもないわけですよ。まあ、金にならんと貿易にならん、経済活動にならないんであれば、自分たちも安全のために巻いてしまおうということで、現在巻いている可能性はあります。ところがそれを除去してしまうと、当然ロシアが攻め込んでくるということが考えられるので、ウクライナとしてはどうしたってそれ、嫌い取れませんよね。で、それに対する代替案というのが出てきておりまして、こちら産経新聞でございます。産経新聞の独自記事になりますね。ウクライナ穀物輸出 G7 が代替ルート確保へ、ロシアの封鎖回避ということで、地図で言うとこんな感じですね。こんな感じでございますが、ルーマニアから出すっていう形ですね。で、これで言っても、まだ機雷がプカプカ浮いてるわけですよ。で、この機雷に関しては、この予測でいきますと、ロシアが巻いてる機雷なので、自分たちで片付けろと。で、そうでなければ、国連が多国籍軍を組んで除去すべきだと思います。国連の多国籍軍が国会に入るべきじゃないかなという気がしますけれども、この代替案、もしロシアが世界のこの食糧危機というのを、ね、何かしら支援したい、助けたいという気持ちが本当にあるなら、この代替案もそうですし、国連の多国籍軍が除去することもそうです。そして自分たちが除去することも全て受け入れる、何かしら受け入れて、この代替ルートっていうのを、まあ、確保するんじゃないかなというふうに思います。本当に食糧危機を回避したいと、それに対して助けをしたいと、ロシアが思っているならということです。ロシアがもしですね、この食糧危機というのを今回の戦争の道具にしか考えていないんであれば、ロシアはおそらく、この代替ルートっていうのは拒否するんじゃないかなという気がします。見物だなと思いますが、この代替ルートが話し合われるのは6月の30日ですね。それ以降のロシアの回答次第で、ロシアのまあ腹の中が見えてくるというところでございます。はい、そしてロシアの腹の中というところで最後にお伝えしたいんですけれども、こちらでございますね。アフリカ連合の今の議長、セネガルのサル大統領がロシアのプーチンさんと、会談をしました。で、その会談の中で、オデッサ周辺から機雷が除去してなくなっても、オデッサには侵攻しないということをプーチンさんが約束してくれたから、頼むからウクライナが機雷を除去してほしいということを、まあ、表明したということでニュースになりましたね。アフリカからすると、もうそれぐらい切実な問題なので、この発言に関してはしょうがないかなというふうに思うんですけれども、プーチンさんが約束守るのかっていう話になるわけですよ。約束守るのかと、嫌いがなくなったらオデッサに侵攻すると私は思うんですけれども、これに関して自分で侵攻するってゲロっちゃってますという話ですね。こちらです。これが最後になります。プーチン氏、領土奪還は責務、ピョートル大帝で侵攻正当化ということなんですけど、ピョートル大帝のこれ誕生日なのかな、350周年の、まあ、記念祝賀会みたいなものがあったそうですね。で、そこで、ピョートル大帝が、まあ、領土をガーッと広げたんですけれども、それまで領土を取りに行ったんではないと、取り戻しただけなんだってことを言っている。そして今回も取り戻すぞと、それがロシアの責務なんだということを言っているということがありますので、つまり NATO の東方拡大であったりとか、ネオナチ政権であったりとか、ロシア語話者に対する虐殺であったりとか、全てフェイクだということですね。全てフェイクです。ではなくて、結局領土が欲しいだけの戦争をしているということを自分からゲロったということです。オデッサの周りから嫌いがなくなったら領土欲しいわけですから、絶対に侵攻するんじゃないかというふうに思います。ちなみにですね、ピョートル大帝という人は領土を拡大した人です。私詳しくはないんですけども、拡大した人なんですけれども、
欧米化というのを、西洋化かというのを急速に進めた人でもあるんですね。なぜかといえば、国際的なつながりと貿易が国のためには大事だから、だから、西洋化というのを極端に進めていった人です。そして最後お亡くなりになるとき、自分のですね、どっか湖かどっかでだったかな、海だったかな、民間人の船が座礁するんですよ。でこれはいかんということで、自分から助けに行って、海とかそのまあ湖にボチャンって自分で入って、自分で泳いで行って救出に行ったんです。現場まで行って救出に行ったけど、感染症にかかってケロッとお亡くなりになった方ということでございます。ちょっとだいぶ違うんじゃないのかなという気がいたします。はい、ということで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。